最初から始めるわ。していらっしゃるのです。に、それはお会いするのは初めてでござるが、そのような言い方あんまりでござる。唯一にして無二の存在であるハルキ殿のお考えやお人柄は、これより全身全霊で学ばせていただきます。にん。に、拙者ではござらぬ。はいはい。お腹すきすぎて目が回るよ。ご主人様、美味しいご飯くれるんじゃ。いやしいことを申すな、タマ。我ら忍び、あるんですが、本日で飲まず食わず。ちぃ。試練でござるか？磨き上げた忍びの技、いかようにもお試しくだされ。いけません、ハルキ殿。我ら御身に忠誠を尽くすみ、どうぞユラ、タマと呼び捨てに。に、タマはパンが好きです。お、嫌いを口にするなど厚かましいでござるぞ、妹よ。拙者は魚系であれば大体何でも美味しくいただきます。にん。もう食べられれば何でもいい。もうダメ。お恥ずかしい姿をお見せしてしまい、にんとも一刻も早くハルキ殿のもとに馳せ参じ、主従のちぎりを果たしたい一心で野山を駆けてまいりましたゆえ、飲まず食わずで駆けてまいりましたゆえ、にん。あえて申し上げますが、ハルキ殿が思われている以上に拙者たちは限界に近づいております。おい、食べられるなら革靴とかでもいいです。煮れば何でも食べられるってジジ様が言って。煮ても焼いても食えない悪党というのはいつも。しかしご安心を、ハルキ殿、我らが馳せ参じましたゆえ、ご心配なく。
頼りなく映るかもしれませんが、これでも忍び。うーん、革靴。確かに持つのだ。三日ぶりの無論よっこいしょ。どちらに行けばよろしいので、案内してくださる春樹殿。主様を敬う。おぎゃ、お姉ちゃんがたまのお魚、魚ごときで絆を失ってどうする。かつて偉大な忍者はこう言った。ちっぽけなものに執着する。奪い合うから争いが生じる。ならば二つを与える。拙者にも卵をいただきたい。やはや地層でございました。春樹殿、かたじけない。お恥ずかしい次第でござる。はぁ、お腹いっぱい。いいな。いかに地層に目がくらもうとも、春樹殿への忠を胃袋の端に置いておりますゆえ、満腹を装いつつも、どうせ着物あらば、にん！妹よ！まだ早い！久方ぶりの弱み。お布団は一組で結構です。妹とこう寄り添って眠りますゆえ。にぃ、待って。我らは忍び。例えるならば、我らがどのようにお使いするかを決めるのは、主である春樹殿にござ、その前に湯をいただいても。ん、本日の役目がまだ他に。さじにござる。我ら二人、春樹殿へのお目通りが叶ったの。春樹殿が心当たりがないとおっしゃるのも通り。しかし、忍びの里と主君との里が北条家の時代当主である春、心当たりとかではなく、拙者たちを受け入れてくだされ。父や母の名よりも先に春樹殿の名を覚え、なんなりと、お申し付けください。にん！パパ上殿やママ上殿のことは存じませぬ。我ら姉妹は、春樹殿にのみお使いするものでございますゆえ、耳につきましてはアイデンティティな部分もございますが、ご命令とあらば忍法で何と贅沢は申しませぬ。かつ差し当たっては衣食住を保証していただければ。し、無論春樹殿はいずれ天下に覇を唱えるお方、ゆくゆくは里からさらに一族を呼び寄せ、盤石の体制にておもみな清廉をよしとし、卑しい物言いはせぬ者どもです。拙者たちは意志を持たぬ刃、春樹殿の影よりお守りし、春樹殿に忠を尽くすものでござる。にん！衣食住さえ、最悪食事だけでも都合をつけていただければ、我ら一族粉骨最新の。春樹殿、強引でござる。にん！
かりませんが、ん？にゃ！甘えん坊なの？なにこの音、うちのドアが叩かれてんの？借金取りか何か？おかけになった電話番号にはおつなぎすることができません。最近はそういうのが流行ってるのかい？の事情をこ、はい、ご飯、うん、ハルキ殿に受け入れていただけなければ里に未来なし。一家離散、男は出稼ぎ、女は慰み者に。だが、グー、グー。忍びの有用性、ご理解いただけましたかな？たまは振りほどけますまい。にご主人様、拙者も拙者も、暖かいお布団さえあればひとまずは満足にござる。風魔忍法イスクミの術、みゃー。おお、珍しく忍法が成功したでござる。これも忠の現れというものでござるな。このような夜更けに騒ぎ立ててはいらぬ騒動を招きまする。届き物が現れようとも、拙者どもが必ず、それと湯をお借りしても、たま寝ている場合ではない。お風呂無論、ほこりまみれの体でおそばに使え、急ぎ身を清め、ほーい、お風呂にんにん。ああ、格別の寝心地にござる。これより、ふぅ、ですが、片時も離れずおそばに仕えておりませんと、あっ
号でござろうか。誤解なきよ。拙者どもは忍び、たとえ相手がポリコーであろうと、春樹殿に適するならば、拙者は忍びが忠を示す上で、時に障害となるとのことですので、血湧き肉を踊ります。承知いたしました。お許しいただけるまでは身を潜め、陰ながら春樹殿をお守りいたします。末永く、よろしくお頼み。